はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、頭を良くする方法というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、結論から言うと、頭を良くする方法っていうのは、ズバリ、笑うことなんですね。笑うということが、頭を良くする方法ということになります。 で、なぜ笑うことが頭を良くすることになるのかっていうのを、まあ、説明を続けていきたいと思うんですけど、まあ、今回の動画の結論は、もし頭をどん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 良くしていきたいということであれば、どん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 ,どん笑う機会を作った方がいいというのが結論です。で、なぜ、で、笑うことが頭を良くすることになるのかっていうのを説明を続けていきたいと思います。で、そもそもですね、この頭を良くあ、頭が良い,いという、その、 状態が時代によって変わっているというのが一番大事なんですね。頭がいいっていうのは時代によってどういう状態が頭がいいのかっていうのが変わってくるということなんですよね。まずここからちょっと確認をしたいと思うんですけど過去20世紀であれば頭がいい人というのはいわゆる知識をたくさん知っている人だったんですね。 知識をたくさん知ってる人のことをね、頭がいい人っていうふうに言ってたわけです。だから知ってることが多いってことですよね。で、この頭がいいというのをが結局知識をたくさん知ってることっていうのがあったので、例えば中学校とか高校だったらたくさん暗記したんですよね。要するに答えがあると。で答えがあることに対してたくさん暗記をして、でたくさん物事を知ってますと。 ね、でどれぐらい頭がいいかっていうのを確認するためにテストっていうのがあって、まあ、事前にどれぐらい暗記できたかっていうのをテストで確認してたわけですよね。 でテストの点数がいいっていうのはいわゆるたくさん暗記ができていたということになったわけです。だから過去20世紀における、ね、頭がいい人っていうのは簡単に言ったら暗記力がある人で知識をたくさん知っている人、ね。もうちょっと言い方を変えると、ね、神経衰弱ゲームに強い人ということになるわけですよね。要するに暗記力 テストだったわけですよ暗記力テストによって成績がいい人のことを頭がいい人すなわちたくさんの物事をよく知ってる人知識がある人っていう、まあ、そういう捉え方をしていたわけですねところがやっぱ時代によってこの頭がいいというのも常に変わり続けているわけですで,で知識をたくさん知ってる人が頭が良かったっていうふうに思われてた時代もあったんですけど、ね、今はもうそうじゃないんですよね 何が変えたかって言ったら、これはもう簡単に言ったらインターネットの発達。インターネットの発達が頭がいいというその状態そのものを変えたということになるわけです。ね、今、物事をたくさん知ってるかどうかっていうのは頭がいいかどうかっていうのには全く関係がありません。基本的に全く関係がないんですね。なんでかって言ったら、ね、もし知りたいことがあるんだったら、ね、検索すればすぐわかるからです、ね。覚えてる必要がないんですよ。 何年に何があったとかねそういうことを、ね、あの細かく正確に暗記できてる必要は全くないんですよ、ね、もし知りたいということがあれば、ね、インターネットで検索,検索すれば、まあ、誰でも本当に瞬時に、ね、ものの、ね、30秒とかで、ね、調べることができますよねしかも無料ということになるわけです、ね、でみんなが瞬時に無料で知ることができる情報っていうのはいわゆる価値がないわけなんですよ 誰でも簡単に知ることができる情報っていうのは価値がないわけですよ、その価値がないことをたくさん知ってても、ね、全く価値あの、ね、役に立たないんですよね。 だからあの、結局頭がいいということそのものの、ね、状態が変わってるわけですで。インターネットが発達する前だったら、ね、なんかすごいたくさんね、何年に何が起きましたとか、どういう出来事がありましたとか、ねえ、っていうのをたくさん知ってるっていうことは、それは頭がいいということだったわけですけど、もうインターネットの発達によって、ね、答えがあることを、ね、どれだけ知ってるかっていうのは、もうほぼほぼ意味がないと。 いうことなんですよね。もう答えがあるんだったら調べればいいわけですよ。忘れてていいんです。ね、日頃覚えてる必要ないんですよ、ね。日頃覚えてる必要なくて忘れてていいんですでそ。それで気になったとか、どうしても知る必要があったっていう時に調べればいいんですよね。調べれば別に忘れてたとしても、ね、それでインターネットで検索して、ね、答えを見つければそれで終わりということになるわけですよね。 で私たちが今、ねえー、迎えているのは、ね、あの過去の20世紀じゃなくて新しい21世紀なんです。インターネットが発達した後の社会を生きているということですよねで。その時に大事なことっていうのは、まあ、いわゆる、ね、頭の良さ、求められている頭の良さっていうのはその暗記力がどれぐらいあるかとか知識をどれぐらい知ってるかじゃないんですねで。答えがあることだったら調べればいいんですよ、インターネットでね。 でもね、私たちが、じゃあ実際ね、人生生きてる中で、課題はないですかと、ね。今の私たちに社会に課題,あの、ね、もう課題はないですかと。世界に課題はないですかって言ったらありますよね。私たちの人生にも社会にも世界にも課題があるわけですよ。ね、でなんでそれが解けないんですかって言ったら簡単ですよね。答えがないからですよ。一言で言うと。ね、どれだけ世界中の、ね、あのどれだけの、ね、情報を集めたとしても、その中に答えがないわけですよ。 ね、人類が、ね、今まで迎えたことがない問題ばっかりがあるからだから解けないんですよね。 もし過去の、ね、歴史上の人物が何らか解いたことがあるのであれば、それは調べればいいわけですよ。ね、過去を検索すればいいわけです。過去を検索して、あこの時こういうふうに、ね、解決したんだから、じゃあ今回もこういうふうに解決しましょうということが、ねえー、調べればいいわけですよね。もし過去の歴史の中に答えがあるんだったら、過去の歴史を一生懸命研究したり勉強すればいいわけです。しかし、私たちが今人生とか社会とか世界で抱えている問題とか課題っていうのは、 答えがないんですそそもそも、ね、どうすれば解けるのかっていうのが世界中誰にも分からないことなんですね。だから、ね、求められてる頭の良さっていうのも変わってるんですよ。ね、どれだけ情報知識を知ってるかじゃなくてね どれだけ答えがないことに対して自由な発想ができるからなんですね。広い視野から物事を自由に発想して、こうしたらいいんじゃないかなっていうその仮説ですよね。仮の説です。ね、こういうことをやったらうまくいくんじゃないかなとか、こういうことをやったらいいんじゃないかなという仮説をたくさん出すことができる人。これが今で言う頭がいい人なんですね。 要するに古い、ね、あの常識とか過去の歴史とかにとらわれないってことなんです。思考が、考え方が、ね。もっと柔軟に物事を考えることができる。もっと広い視野で物事を考えることができる。ね、そういう人が今の、ね、新しい21世紀における頭がいい人ということなんですよね。 これはこうだから、これはこうだから、これはこうだからっていう、なんかこうね、狭い、ね、枠の中でしか物を考えることができない人っていうのは、今の新しい21世紀では頭がいい人とは言わないんです。 ね、なんかもう全てね、自分は知ってるかのように、ね、いや、これはこうだよと。いや、これはこうやったらこうなるんだよと。えー、これはね、えー、こうだよとね。ねいや、それ自分知ってるよという人はね、全然頭がいい人とは今は言わないんです。ね、今、頭がいい人っていうのは、ね、その過去の歴史とか古い常識にとらわれないで、こんなことやってみたらどうなんだろうとかね、こういうことをやったらもしかしたらうまくいくんじゃないかなっていうふうに、自由自在に、ね、柔軟にいろんなね、仮説、 を立てるることができる人、ね、もっとね物事をね柔らかく柔らかく考えることができる人っていうのが本当の意味で頭がいいんです。ね、実際今の新しい21世紀っていうのは、ね、答えがないわけだからやってみないとわからないんですよすべて、ね。例えば日本最大の問題って何ですかって言ったら、ね、日本の総人口が減少し始めてるってことですよね。 毎年毎年50万人ぐらい人口が減ってるわけですよ。ね毎,年ねえー、毎年毎年50万人ずつぐらい人口が減ってるわけですよね。50万人ってすごいですよね。 ある程度こう中規模の、ね、都市が一つなくなるぐらいのそ速度で人口が減ってるわけですよ。ね、じゃあそれを過去ね日本の歴史1万2000年の,歴,あの、ね、歴史を研究してね問題が解けますかって言ったら解けないですよ絶対に。なんでかって言ったら初めてだからですよねこんなことはね。ねあの1万2000年前の縄文時代からひたすら人口が増え続けてきた日本の中で日本の人口が毎年毎年50万人ずつ減ってるなんていうのは歴史上初だからどれだけ過去を研 研究したって答えないんですよ答えないものを一生懸命研究しても意味がないんですよね。例えばこれだけの少子高齢化ですよね。ね子供の数がね、今年の、ね、0歳児っていうのはね1年間の人口が、ね、100万人切ったんですよね。99万人台だったわけですよね。ね今年1年間に生まれた赤ちゃんがね。ねこんなの初めてなわけですよ。 ね、えしかも今の高齢者、結局ね、一番人口が多い段階世代がいよいよ70歳に入りますと、ねえー、いうね、ねもう日本の平均寿命っていうのが48歳から49歳ぐらいが日本の平均寿命、こんな時代っていうのはね、初めてなんですよ。この時代のその少子高齢化とか、日本の総人口減少なんていう問題を、過去の歴史を研究することで問題が解けますかって言ったら、絶対解けないですよ。 絶対解けないですだって、過去の先人、誰もこの問題に挑戦したことがないわけだから、ね、解けないわけですよ。ね、解けないんだったら、過去の、ね、歴史をどれだけ詳しく知ってるかっていうのは意味がないんですよね。もしどうしても興味、関心があるっていうんだったら、インターネットで、ね、調べればいいだけのことなんですよね。 でそうじゃなくて、じゃあ、こうすればいいんじゃないかなと、こうやればうまくいくんじゃないかなっていうのを、それこそね、過去の歴史とか古い常識にとらわれずに、自由にね、柔軟にいろんなことをね、考えて、そしてね、もうとりあえずやってみないと分かんないからやってみようって言って、自由な発想をどん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 試してみる。ね、そういう人が今でいう頭のいい人。これが本当の、今の新しい21世紀における、本当の意味での頭のいい人なんですね。 でまずその前提がありますでそういう本当に頭のいい人になるいわゆる、ね、あの過去の歴史とか古い、ね、常識にとらわれないで自分の、ね、狭い固定観念にとらわれないで広い視野から物事を、ね、自由に考えることができる人そういう頭がいい人になるのに一番効果的なのは実は笑うってことなんです、ね、笑うと、ね、どん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 頭が良くなっていくんですね それどういうことかっていうとね、まあ、私たちは脳科学によって、この笑うということがどういうことなのかっていうのものもだんだん分かってきてるんですよね,ね。笑うっていうのはですね、実はね、自分で自分を笑ってるんですね。これが脳科学における一番新しい考え方になります。笑うというのは自分で自分を笑ってるんですよね。 例えばですね、具体的な例を出したいと思うんですけど、例えばね、ものすごくね、真面目そうな政治家がいるとします。ね、まあ誰でもいいんですけど、まああえて固有うう名詞は出しませんが、ね、誰でもいいんですが、ものすごくね、もう見るからに真面目そうな政治家がいるとします。で、その人がテレビに映ってましたと。ね、テレビに映ってましたと。で、テレビカメラの前でね、こけましたと。ね、こ、えー、けたと。 ね、えそしたら、こけた瞬間に、頭からね、例えばね、カツラが取れて、ね、実はその真面目そうな、ね、政治家はね、実はハゲの人だったというふうにします。まあ、これ全部仮定の話ですね。あのフィクションです。作り話です。実際そういう話があったかどうかということじゃなくて、まあ、そういう作り話です。ね、ものすごく真面目そうなね、もう見るからに真面目そうな人がテレビのカメラの前であのこけてねえ、そしてこけた瞬間に頭の、ね、カツラが取れてハゲでしたと。 でまあ、そういうこととがあったとしますよね例えば、ね、そうした時にもしそのテレビを見てた人が、ね、すごく笑ったとしますよね。ねそしたら普通の常識だと、ね、要するに目の前の政治家の、ね、姿例えばこけた,あのあのこけた、ね、その姿が面白かったとか、ね、実はハゲだったっていう事実が面白かったっていうなんか、ね、他人の言動に対して笑ってるように見えますよね。 実際他人,のような他人の言動に対して笑っているように見えるわけですよ、ね。しかし実際脳科学的にはそうじゃなくて、脳科学的には、ね、自分で自分を笑ってるんですね。つまり自分の中に思い込みがあったんですよ。こんな真面目な人がね、テレビ,のテビ,テレビカメラの前でこけるはずがないと。 ね、あのこんな、ね、テレあの真面目そうな人がね,あのねもっと、ね、こうま真っすぐねさっそうと歩いていく姿がその人にとっての思い込みだったわけですよ固定観念だったんですよね先入観だったわけですしかし実際その思い込みが外れたわけですよね自分の,かせあの、ね、予想が外れてるわけですよ思い込みが外れてるわけです、ね、それをもう一人の自分が ね、笑ってるんです、ね。あなたの思い込み外れましたね。ということで、一人が、ね、自分に対してもう一人の自分がバカにしてるんですよ。それが本当のね、まあ、いわゆるその脳科学的には笑うという現象なんです。例えば、その目の前のね、真面目そうな顔の人がね、実はハゲだったっていう思い込みがないわけですよ。いや、こんな真面目そうな人であればとっていうのであって、実はそのね、この真面目そうな人にはこういう髪型が似合うっていう思い込みがあったときに、実はその人はハゲだったって言って、自分 自分の、ね、この人にはこういう髪型が似合うっていう思い込みが外れてるわけですよね。自分の思い込みが外れたことに対してもう一人の自分が笑ってる、バカにしてると。これが、ね、あの脳科学的には、ね、笑ううという現象なんですねだから自分で自分を笑ってるんですよ。あなたの思い込み外れましたねって言ってもう一人の自分がバカにして笑ってるということなんですね。これどういうことかっていうと、ね、頭がいい人じゃないと笑えないんですよ。 頭がいいいい、人じゃななと笑えないどういうことかっていうと自分をもう一人の自分でから、ね、客観的に見れる、ね、自分のことなのにまるでもう一人の自分が、ね、あの見てるかのようなそういう,こう客観的な視点がないと、ね、人は、ね、笑えないんですよ。 ね、なんか自分の人生にあまりにも深刻になりすぎてて、ね、自分を自分でもう一人の自分が、ね、観察することがね、あんまり習慣としてない人、いやもう自分はとにかく人生が大変で大変で仕方がなくてっていう人はね、実はね、笑えないんですよ。ね、あのそれはね、一人の自分をもう一人の自分が観察してないから笑えないんですよ。笑うことができる人っていうのは、ある程度余裕がある人で、ね、自分でもう一人の自分から観察することができるんですね。 自分が自分の、ね、言葉とか行動とか、ね、考え方とかっていうのをもう一人の自分が観察することができてる人だけが実はね笑うっていうことをするんですね,ね。あなたの思い込み外れましたねっておかしいですねっていうふうに、ね、もう一人の自分が自分をバカにしてるんですよ。 で、これっていうのは、自分をもう一人の自分が観察できている人じゃないと笑えないんです。だから人間っていうのは深刻になればなるほど笑いが少なくなるのは、ね、一人の自分をもう一人の自分が客観的に冷静に見ることができなくなっているからなんですよね。だから笑えなくなるんです。逆によく笑う人っていうのは余裕がある人であり、自分でもう一人の自分を、ね、観察することがよくできる人なんですね。そういう頭のいい人が実は笑うんですよ。で、笑うから、ね、要するに自分の思い込み外れましたねと、あなた あなたなんか頭の中に思い込みがありましたねって先入観がありましたねとね固定観念ありましたねそれは外れ外れてますねとねそれは外れでしたねっていう風に笑ってるわけですよつまりどういうことかっていうと笑えば笑うほど自分の固定観念が外れていくってことなんですね自分の思考が頭の中の考えっていうのはどん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 狭い枠の中に常識の中に閉じ込められそうになるたんびに笑えば笑うだけその枠の外に出ることができるってことなんですよ自分の考え方がね もっとその常識にとらわれない自由な発想がしやすくなるっていうことなんですよね。あなた思い込み持ってましたけど、その思い込みって外れでしたねとね。別に思い込みが絶対じゃなかったですね。違いましたねっていうことで、笑うたんびに自分の思い込みが外れていくんですよ。自分の頭の中にある思考の枠が、 外外れてていってもっもとと、ね、の、ね、広い視野を持つことがでできるるよようになるんですよねだから、ね、こんなことやったら面白そうとかこれやってみたいとか、ね、あこれをやったらもしかしたらうまくいくんじゃないかなとかっていうのが思いつきやすくなるんですよ常識の枠内にとらわれるのじゃなくてもっと広い、ね、視野からも、ね、のを考えることができるようになるんですだからね笑うっていうのはすごく好循環なんですね そもそも頭がいい人しか笑えませんと。ともしたくさん笑ってる人がいるというのであれば、ね、頭がいい人です。それは過去20世紀の、ね、知識をたくさんどれだけ知ってるかっていう、ね、あの観点。 からするとわからないですけど、今の新しい21世紀において自由な物事の発想ができる人っていう意味では間違いなく頭がいい人なんです。ね、だからそもそもたくさん笑う人っていうのは頭がいい人なんです。そしてその,ああの頭がいい人が笑うとその人の中にある思い込みとか固定観念が外れるから余計い広い視野から物を自由に考えることができるんですね。でますます頭が良くなるっていう好循環なんですよ。 ね、頭がいい人が笑うともっと頭が良くなるっていう好循環になるんです。だから本当に頭を良くしたいということであれば、いかに自分が興味関心があるね、えー、ものに対してね、あ時間をとって、ね、そして自分を笑わせるかということなんですよね、えー。笑う機会っていうのをたくさん作れば作るほど、その人はどん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 頭が良くなっていくという方法なんですね。で、これをね、過去20世紀に教育を受けたね、親の世代が、 ね、あの、理解する必要があるんですよ。例えばね、子供をね、頭のいい子に育てたい。自分の子供をね、頭のいい子に育てたいって言ったときに、今ね、親になってる30代、40代の人っていうのは、過去20世紀に教育を受けてますよね。過去20世紀に教育は受けてる人たちにとっての頭がいい人っていうのは暗記力がある人なんですよ。知識をたくさん知ってる人なんですよね。だから、なんかね、笑うとかじゃなくて、なんかね、一生懸命ね、あの、一生懸命その、ね、年号を暗記したり、出来事を暗記したりね、あの、 話もしないで、喋りもしないで、笑いもしないで、黙々と黙々と鉛筆を握って計算をするとか、そういうのが頭が良くなる方法っていう風な、それこそ思い込みですよね。それこそ思い込みがあるわけですよ。で、その思い込みがあるね、30代、40代の親が、子供を教育すると、ね、結局、あの頭が良くならないんですよ。 ね、おしゃべりしない、話もしない、笑わない、ね、とにかく、ね、真面目に真面目に、ね、社会だったら歴史の年号を暗記してね,ね、算数、数学だったらね、鉛筆の音だけを立てて、とにかく計算してとかっていうね、そういう教育をしようとするんですよ、ね。絶対に時代に合わないんですよね。時代が変わったら頭がいいっていう状態も変わってるんですけど、親とか教師がそれについてこれてないんですよ、ほとんどの場合。ね、だから、 ね、親とか教師がね自分たちにとって頭がいいっていうその思い込みで子供を頭を良くするしようとするんですけどやればやるだけ、ね、今の子供たちっていうのは21世紀に対応できなくなります。 だってね、小学生がどれだけね、算数のね、計算ドリルをたくさん解いたって、今、電卓に勝てるかって言ったら勝てないですよね。もっと言うならば、パソコンでね、プログラミングされたソフトに勝てるかって言ったら絶対勝てないわけですよ。で、勝てないことをね、一生懸命練習したり訓練する意味がないですよね。 時代変わわってるわけですよそのコンピューターが、ね、出てあのど,んど,んどんどん出てくる前とかインターネットが発達する前にとあとでは頭がいいっていう状態が全然変わってるわけですよ、ね、だから自分たちが30歳40歳の自分たちがそういう教育を受けたから子供たちにもそういう教育を提供しようとすると子供をどん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 、ね、頭を悪くしてしまうということになるんですねわざわざねロ,ロボットとかコンピューターとか人工知能でもできることをわざわざ人間にやらせようとする することは意味がないんですよねところがそれが、ね、あの時代が変わってると頭がいいっていう状態が変わってるってことに気づけない親とか教師はそういったね,、えー、あのね間違いをしてしまうんですよね。もしね本当に自分の子供にね頭を良くしたいというのだったらねいかに子供に笑う機会をたくさん作ってあげるかっていうことなんですよね。 例えばね、テレビ番組をね、子供が見,見たとしますと。ね、子供がテレビ番組を見たとしますと。で、そうしたときにね、あの、30代、40代の親の感覚から言うと、子供には頭を良くしてほしいから、頭が良くなってほしいから、ね、あの、教育番組を見てほしい。教養が高まるような番組を見てほしいと。なんかね、社会とか理科とか、なんかそういったのに関係するような教育番組、教養番組を見てほしいと。ね、バラエティはあんまり見せたくないとかね、なんかそういう感じがあったり、 するかもしれないんですよ。で、教育熱心であればあるほど教育ママであればあるほどそういう傾向があったりするんですよね,ね。実際は逆なんです。実際は逆なんですよ。もし子供がね。社会とか理科に関する教育番組とか教養が高まりそうないわ。ゆる教養が高まりそうな番組を見てた時に、もし静かに黙って見てるならば、そのね。あのテレビ番組を見てる時のね。子供の脳はほとんど活動してません。あ脳が働いてないんですよね。 そうじゃなくてもし、ね、子供がが、ね、バラエティ番組見てて、ね、お腹抱えて、ね、ゲラ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 笑ってるとしたならばその,その時は、ね、その子供の脳は、ね、ものすごい活動してるわけですよものすごい脳がたくさん活動していて本人の中にある、ね、古い常識とか固定観念っていうのがどんどん,どん,どん外れてるわけですよねだから頭がいいっていう状態そのものが変わってるのであれば当然、ね、提供される教育も変わってくるんですよ昔だったらバラエティなんか見ないで勉強しなさいだったかもしれないけど けれども今だったらねむしろね何もすることがないんだったらバラエティでも見てねたくさん笑いなさいっていうことなんですねそれぐらい時代が変わってるっていうことなんですねえそうそうした時にね頭を良くしたいもしね子供の頭を良くしたいって言うんだったらいかにねたくさん笑える機会をねあの環境として作ってあげるかっていうことがポイントだしもし自分自身がどん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 これから頭が良くなっていきたいって言うんだったらとにかく自分がね興味関心がたくさんあるもの 自分が興味関心があって面白そうだな楽しそうだなっていう、ねえー、場にどんどん出ていってそしてたくさん笑う機会を作るってことなんですね。 繰り返しになるんですけどたくさん笑える人っていうのは頭がいい人なんですで頭がもうもういい人が笑うからさらに思い込み固定観念が外れてより頭がねどんどん良くなっていくんですねだから笑えば笑うほどどんどん頭が良くなっていくんですよいろんな物事を広い視野からねそれこそ古い常識とか過去の歴史にとらわれないでいろんなアイデアを思いつくことができてでも実際はやってみないとわからないからやってみようって言って試してみるんですよ 試してみて、あ、これはうまくいかなかったとか言ったとかね、っていうことをたくさんやっていくと、まあ、確率論的に当然ね、いろんなアイデアをいろん,いらん,いろんな風に試してみたら、当然その中からうまくいくってことっていうのもね、出てきますから、そうすると人生っていうのがどんどん良くなっていくんですね。 だからいろんなことを思いついて、でもやってみないと分かんないからやってみようって言って、どん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 やってみるわけですよ。やってみると、見ると確率論的にそのたくさんやったことの中から必ずうまくいくことっていうのが出てきますから、そうすると人生における、ね、受け取ることができる結果っていうのが良くなっていくんですね。だから頭を良くするためにはね、とにかく笑うっていうことです。ね、自分が興味関心があること、好き,好きなこととか得意なこととか楽しそうなことっていうところに、ね、どん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 自分の場、あね、体を置いて、そういう 時間を作るんですよ自分が好きなものに対して触れるっていう機会をね時間を増やしていくんですねそしてとにかく笑うとね笑う機会を自分自身にどん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 増やしていくということですねそうすると頭がどん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 よくなっていってアイデアが思いつきやすくなりますあとはたくさんね思いついたアイデアっていうのをとにかくやってみないとわからないからどん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 試してやっていくわけですそうすると当然ねたくさんのことをやればその中から確率論的にうまくいくものっていうのが出てきますから結果的にはいい結 結果を受け取れるるよよううになとということですよねだからまさにですよね古いね昔から言われてるように笑う角には福来たるなんですよよく笑う人っていうのはそもそも頭がいい人であり頭がいい人が笑うからさらに頭が良くなるとで結果的には人生で受け取れる結果も素晴らしいものがどんどん,どん,どん受け取れるようになっていくんですねなので笑う角には福来たると頭ね笑えば笑うだけ頭が良くなっていきその延長線上に素晴らしい楽しい人生が、ね、過ごせるようになっていく というお話ですはい今回の動画がですねあなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますのでぜひこの機会にメルマガを登録してくださいよろしくお願いいたしますはい最後までご視聴くださり感謝してますありがとうございます白坂慎太郎でしたそれではまた